ニューヨークチャンネル2022年の動画ベスト3。おー、さあ今年ももう年末ということでございまして、終わりますね。はい、まあこのニューヨークチャンネルの動画、はい、週5本上がってましたけども、今年もね、ありがとうございます、皆さんご覧いただき、その中でまあ個人的に好きだったやつとか面白かったやつ、ベストスリーを発表したいなと、はい、で一応ニューラジオと、30分トーク、あと診療シリーズ、あれもう10個ぐらいあるんで、うん、あのはなしで、それ以外の動画で好きやったやつでいきたいなと思います、うん、はい、それぞれいきますかね。3位、俺がいこうか。じゃあまず、わかりました。覚えてますか？僕はこちら、いじち大好き芸人。ああ、これ良かったですね。これ良かったですね。あのピスタチオいじちさんが、まあ、ピスタチオ解散、今年解散してしまいましたからね。そこでまあ僕らとか、まあ、ポールマンのシュンとか、うん、あとラフレクラも来てくれたか、あ、コットも来てくれて、あとアントニーとかね来てくださって、うん、いじちさんとはこういう人間だぞっていうのをみんなで話すっていう、うん、で、いじちさんがなんか真ん中でちょっと照れながらなんかずっと返しを間違えるみたいな感じの動画になってるんですけど。いじち大好き芸人。おい、俺日本一のパリピになったよ、結婚しよう。バーンで、シリスモンで行く。これがいじち。もっと伸びてほしいなと思いますね、あれは。あ、ピスタチオ解散式っていうのをニューヨークでやった時はね、TVer でもランクインするぐらいすごい、あの反響があって、ピスタチオさんもねすごい言ってくださってね、うん、で、この動画ね、数字めっちゃ面白いんですけど、数字そこまでいってないんで、なんか、うん、イディスさんがなんか当時会うたびなんか、ごめんな、再生回数みたいな、なんかすごい、全然いや、全然うん、なんか、ごめんな、俺数字持ってなくてみたいな顔してちょっと謝ってきたんですけど、うん、全然そんなことないですし、中身はもうめちゃめちゃ面白い動画になっておりますので、ね、うん、まあこれきっかけにちょっとあのまだ見てない人もたくさんいらっしゃると思うので見ていただきたいなという思いでサインさせていただきました。ではこちらですね、はい、嶋佐万種の馬デビュー戦勝利。ああ、スマラグドス、はい、うん、ほんほん、やっぱ結構ね、新たな試みとかね、うん、一個やっぱこれはね、ちょっと自分の中でね、うん、こういうチャレンジングというか、うん、新しいことをしてさらにこう勝利したっていうね。確かにね、これ一口話でね、僕なりまして、うん、まあまあ20万円分、うん、1頭200口分のまあ2口だけしか買ってなかったんで、まあ規模は小さかったですけども、うん、これ本当に丸々1頭買ってたら大祭りでしたよ。仮にね、仮に。確かにね。2月25日、中山。じゃあ俺は志麻さん単勝1万、はい、で秀樹マンのやつはもう5000。俺は負けもかっこいいよ、単勝の。俺副賞にするわ、つまらなクロスで人生逆転しましょう。え、1頭丸々買ったらいくらだったの？2000万。2000万か、あ、じゃあ100分の1ってこと。20万ってそう、ああ、2000万きついね。で、20、うん、で20万円くらい、20万円分買って、うん、まあ、5万ちょいバック、まあ、だから僕はやっぱ来年、うん、またこう新たなこうチャレンジングな動画、何かをやってみる。なるほど、新しいところ、一口話じゃないけど、何かやりたいね、またこう。なるほどね、そういう来年また何かやりたいなっていう意味も込めて。あれとか面白いんじゃない？英語検定1級取るとか、なんかそういうの。カスだ。え、カスだか。いや、もう英語の発音になってるよ。カスださんは別に英語検定取ってなかった。そういう努力系はダメ。努力はちょっと。か、嶋佐と秀樹マンで M1 決勝狙うとか。きついって。毎週ネタ見せしてさ、中川パラダイスじゃないのかな。今年の出てたけど、わかりました。第2位行こうかな。あ、これ入ってないかな、皆さんは。これ東京 NSC 17期トーク。あ、面白かったね。これ面白かったね。スカイサーキット、クラゲ、ワラバランス、万次郎、この4組をお招きして、まあ言ったらコットンとかね、まあ、うん、空気階段オズワルドとかもすごい華々しい同期がたくさんいる中の、まあ言ったらちょっとまだブレイクしてない4組を読んで、うん、こうくすぶってるであろうからちょっと話聞こうみたいな
もうこんなに僕らしんどいですみたいなエピソードトークになるんかなと思ったら、なんかみんななんか毎日楽しそうやったっ青春してたからね万次郎がなんか誰かが M1、わらばんすかなんかが M1 3回戦受かった時に泣いたとか、なんかそういうなんかなんかすっごい青春してたっていう。東京 NSC17 期大集合スペシャル。イエーイ。お前さ、そのやんなよ、上っ面のなんかさお寺から着信の画面の順でもう泣いて泣きながら出ました最高だなお前らお前らの毎日考えさせる。今年 M1 回戦で落ちたから、ね、いやいや1回ね1回落ちたね、まあ、そこからまだ何回戦か進んだけども、クラゲは順々でトップバッターでいいネタしてたんですけどね、うん、ちょっとねそれも芸人とは何か、そして幸せとは何 か、まあ、かこれ考えさせられる動画になってるんじゃないかなと思います。確かにそうだね、はい、うん、あと普通にみんなおもろかったですね。うん、僕の第2位は北海道満喫旅。あー俺も迷いました。うん、いやーまあな、なかなかねこうロケってなかなかできなかったじゃないですか。あれ再生されてないよね。 あれのねやっぱとにかく北海道の楽しくってね、楽しかったね。うん、めえうめえ俺たちの勝ちだこれとんでもないぞ、一番うまいかも肉の中で。心からずっとまた行きたいと思ってるんだけど、なかなかあれでは行けてなくて、あなんかこの動画の、うん、ふとしたタイミングでこうサムネを見るたびに、うん、めちゃくちゃ行きたくなるんだあそこにさあ1位いきます。1位、そう考えるとすごいね今年はこれ、ケイちゃん広島旅、ね、ああーねー、これはやっぱりね、古田さんでしたっけ、古田社長っていうね、山本さんがお知り合いの社長と一緒に、まあ、ロードムービーですよ言ってしまえば、いろんなところ広島行ってご飯食べたり、うん、ロードムービーであり青春ムービー、うん、そして冒険、うん、もう映画のような話かもしれませんあれは楽しかったね広島で、その古田社長元に僕らも単独でねラストコントを作らさせていただきましたし、本当にこの旅から生まれたネタもできましたし、ね、うん、できましたし、もう本当に衝撃のねいろんなシーンもたくさんあって、すいません、土曜日できました、すいません、せーの、うん、おい帰ってきたんだろ今、リゾット大丈夫かな、ちょっとごめんね2人ともやばい激ヤバ兄弟サムネにしますでもそう考えたらさ、あの宮古島の動画も上げてるやんか、うん、見取り図さんとの、ね、YouTube で北海道広島宮古島って言ってるんだ俺、すごいよな、あの本当来年 YouTube で本当海外行かない、あ確かにね、行けたらやな、うん、僕の1位はこれです、この卒アル誰、ああはい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 、これ面白かったですねやっぱ卒アル、うん、うん、やっぱ人の卒アルっていいですよねって改めて思ったね。これはあの再生数もいったし、確かにね、トータルテンボス藤田さん正解、いやーすごいわどこがやねん、整形したやんあの人はい、川瀬名人正解、あいつやっぱあいつやべえわあいつおもろえ、なん坊主だったんだ知らんかった、これまたパクられますよ、これこれマルシーやっとかないとパクるやろうな、またこれ芸人じゃない、もう次パクられたらマジ戦争仕掛けようか本当に最近ね、もう、うん、パクられてそっちの方が再生数多いみたいなことがね、10倍くらい再生数してるんあるね、それは、うん、あまあまあいいですけど、いやもうほんま次パクられたらなんか動きました僕らも
さあ、ということで、これがスタッフさんの選んだベスト。あ、それもあるんです。それぞれ自分の好きなの言うてみたいな集計して。で、これが3位かな。3つ全部書いてある。あ、書いてる。行きましょう。ドドン。ベスト3。はん。屋敷結婚報、報道直撃。あ、ありましたね。僕が結婚したのにわーってくるやつ。あ、なるほど。屋敷さん。はい。芸能リポーターの島上幸三です。あ、屋敷さん、結婚報道、結婚報道を言っていましたが、ご本人、森田さんが言ってたのを私見たんですけれども、それは事実ですか？何ですか、それ。それは事実。一緒にコンビ仲良しツイートバズるか。あ、どんなんでしたっけ、どれのやつでしたっけ。ツイートで、うん、なんてやつ、ちょっと遅れマスカットみたいな。で、あー、あれ今年か。はー、なるほど。1億玉のって返しただけでいいんじゃない。きちい。もうこれはやばいかもしれない。なんかいろんな人に嫌われるんじゃない。いや、マジで嫌なんだけど、やめろ。きついんだけど、こんなことつぶやくやつ。そして、エリザベス松本を。いやひどい。あー、これね。あ、確かにね。なるほど。フリーの芸能ライター、幼い頃から芸能ネタに関してだけなぜか抜群の記憶力を発揮。誰も知らないエリザベス松本。なので謎だね。いや、やったら俺らで捕まえるじゃねえわ。俺らで探した方がいいんじゃないですか。結局追えなかったですね。結局追えなかった。なるほどね。まあ、フリーライターですよね。まあ、全然やっぱスタッフさんはまた違うね。いろんなこと書いてる。なるほど。他にはどんなのですか。他には、うん、もしも自分におっぱいあったら、あ、揉んでほしいランキング。揉みたいランキングね。はい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 。揉まれたくない芸人ランキング。あ、揉まれたくないか。ああ、あとは、オズワルドの畑中君に八百長を仕掛ける。ああ、もうほんと今年の最初の方ですよね。ああ、なんだっけそれ。ああ、あったあったあった。うん、何を仕掛けたんでしたっけ。わざと志村さんに大喜利負けてほしいっていう。ああ、アベマかなんかの企画でみたいな。ああ、そう、畑中ええやつでしたね。そしたら分かりましたみたいな感じでしたね。あ、あれ面白かった。あれ面白かった。まだBKB ツイートをバレないでできるのかっていう。あ、スイート系ね。あれは面白い企画やったけど、バイクさんがすぐ気づいちゃったね。バイクさんも確かにすぐ気づいたんだ。まあ確かに。あとはもういろんな動画ありますし、トークもね、山ほどやりましたんで、それは今回対象外ということですけど、面白いトークいっぱいありましたんで、ちょっとぜひ皆さん見ていただきたいなと。まあね、うん、ちょっとお正月、うん、年末年始あたりちょっとね、ゆっくりな方は。もちろん診療シリーズは全部面白いですね。見ていただいたりして、はい、うん、皆さんぜひご覧ください、はい、ということで、ありがとうございました。